飼い主さん、その犬を静かにさせてください。申し訳ありません、カーリーおばあ様。まったく、あれほど捨ててきなさいと言った。何ですか、創造師。これはこれは、カーリー様、ご機嫌麗しい。くだらない挨拶はやめてちょうだい。ご機嫌は麗しくないと。で、ようやく護衛に来たってわけね。まったくもって申し訳ありません。何せ準備に時間がかかりまして。しかしご覧ください、一個小隊の兵士62名、そして最新鋭の機動兵器も用意しております。おい、立ち上げろ。はっ。P22 起動します。立ち上がり、シーケンスに伴う起動を行います。いかがでしょうか。ご要望の通り、現在手を尽くせる限りの兵力をご用意させていただきました。準備は遅かったけれど、まあまあね。つきましては、我々竜の会へのさらなるご支援の方を。援助の話はこの騒動が終わってからよ。それまでは頑張ってこの屋敷を警護してちょうだい。カーリー。あら、あなた。なんだこの物々しい部隊は。我が家を警護してくださる自衛隊の皆さんよ。そんな、うちだけこんな特別扱いされる理由なんてないじゃないか。理由はあります。あなたと私は、いえ、私はレギオン討伐の功労者なんですから。そんな乱暴な話が。それにこれだけの装備、警護にしては多すぎるだろう。こちらは防衛省からのささやかなる心配りでございます。何せお二人は大変な英雄でありますから。閣下。閣下はやめてくれ。もう軍の人間じゃないんだ。どちらにせよ、これは私が用意させた警備のものです。あなたには関わりのないこと。そんな。東西南北に部隊を展開。 P22 は南側の大通りに配置しろ。 P22 南側大通り警護開始する。ああ、そっちの植え込みに入らないでちょうだい。もちろんですと。おい、そこに入るなバカ。気をつけろ。シロ、シロ、怖くないのよ。もうそんなに泣いたらおばあさまに。誰、誰かいるの。あの子供、女の子、なんでこんなところにいるの。ここはどこ。お兄ちゃんはどこ。お兄ちゃん、あなたのお名前は。ヨナ。ここじゃ危ないから、お家に入りましょう。ヨナちゃん。お兄ちゃんは。お兄ちゃんは私が後で探してあげる。だから今は家の中に入ろうね。うん。シロもおいで。このお家は危なくないの。大丈夫、たくさん兵隊さんがこの家を守ってくれているもの。大丈夫。